雲の上に立ち、沈む月と昇る太陽を見ていると、時間があっという間に過ぎていく。そうだ、彼女には何回も会ったことがあるだろう。お前は見識が広く、優しい心の持ち主だ。自然と彼女とも親睦を深められるだろう。龍雲釈風神君は、からくりの専門家、発明家とも言える。彼女は穏やかで心優しく、誠実でまっすぐで、かけがえのない師であり、そして友人でもある。俺の古い友人が言っていたが、日常生活の細々としたことについて知りたければ、三日三晩街を訪ね回るより、龍雲釈風神君に聞いた方が早いらしい。旅人、お前はどう思う？龍雲釈風神君は率直に物事を言うが、それは良いことだ。口では俗世に近づかないと言っていても、実際は人間を守るのが好きなんだ。山の景色も十分に見ることができた。そろそろ場所を変えるとしよう。明日は、そうだな、北へ向かってみるか。リーユエコーだけでなく、警察層にも人はたくさんいる。見に行ってみよう。